太郎のビッグバン。はい、堤幸太郎でございます。今日はですね、小雨がちょっとパラついておりましたので、ちょっと近場のですね、水縄駅からですね、まあ一回来たことあるところだよね、これ。で、ここで、腕立て伏せの実験ということにさせてもらおうかなと思っております。はい。まあ見渡す限り、こんな感じかな。線路がだーって続いて、山がいっぱいある、山しかないというか、そんなところで、で、待合室があるんで、そこから皆様にお届けしようというところです。はい。よいしょ。収まってるね。じゃあ、ヒップスラストを10回やって、で腕立て伏せに入ります。今から腕立てやっていきます。あれ、なんか光の具合なのかな、なんかもやがかかってるみたいになってるけども、まあなんかの光の具合なのかな。こうすればどうすればいいんだ。まあいいや、このままやっちゃおう。映ってるは映ってますよね。はい、りくくんここら辺で肩幅の 1.5 倍ぐらいで、よう、今日もなんとか100回の腕立て伏せをすることができました。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。はい、シャワトゥディアパシャワトゥディアタマダパガー。